大広寺は、大阪府池田市綾場にある、総統州の仏教寺院。三号は、塩増山。本尊は、釈迦如来。代々池田城主の地方豪族池田氏の墓があるなど、古より、池田氏との関係は密接である。ボタンの名所。自伝によれば、大江2年に、池田城主の池田三政が創建し、後に、天岩尾禅寺が回帰したと伝わる。 文明年間には池田衣装が本堂を集築した。説明書所図絵には三号に触れた記述があり、山内に池があり、道引きの際埋めたという伝説が書かれている。永正十年頃に蓮華市の小白が応仁の乱で戦乱の最中であった堺から移り住み草案を結んだ。その後は後輩を繰り返し、荒木村重によって伊丹に移築されるが、慶長の頃に、 現地、池田に、池田智正によって中興された。元禄七年に、当時の住職が本堂などを再建、シーンも招致し、江戸時代中期には、繁栄を誇り、三家のシーンを四十余り設けたと言われる。境内には三つのシーンがあったが、今は、シーンの一つであった、陽春寺のみ残っている。また、池田氏の菩提寺となり、代々池田城主の墓や池田氏が寄進したと伝わる。 盆昇も現存している。玄関の天井は、欠天井と呼ばれ、栄昇4年の細川高国と細川住本らの室町幕府官僚家の家徳相続争いで住本に味方した六大城主の池田忠政が、細川高国に攻められ、池田城は落城し、帝政が切腹した時の板が貼られている。本堂大阪府ホームページ、ありがとうございます。